県無形民俗文化財の赤野獅子舞は、安芸市赤野地区に600年以上前から伝わる伝統芸能で、ユーモラスな化粧をした手骸子と呼ばれる役が獅子舞と絡む演目が特徴的です。地元の保存会が継承を進めていて、その一環で初めて安芸市役所で写真展を企画しました。初日の昨日は、獅子舞に参加する小学生も写真パネルの展示作業を手伝いました。展示されているのはおよそ120点で、文化財に指定された当時の昭和40年代の写真や、コロナ禍の中断後4年ぶりに復活した去年、およそ700人の見物客でにぎわった様子。また今年は地区外を含む小学生13人を新たに加え、本格的な継承に取り組む週2回の練習など、赤野獅子舞の魅力を紹介しています。獅子舞は文化も続けられるし、友達もできるから、いい習い事だと思います。その最近なんか200人とか結構いろんな人が来てくれて、そのなんか獅子舞を見たりお店も出て楽しいので、まあいっぱい来てくれたら嬉しいです。今年の赤野獅子舞の奉納は今月22日に大本神社で夜神祭が、23日に住吉神社で昼神祭が行われ、5つの演目が披露されます。